こんにちは、ヨガ講師のタガです。今、世界は大激変の真っ只中にいます。今、行われている戦争はもう1ヶ月以上も続いています。そして、まだまだ収束する見込みがありません。その戦争によって、今、世界中で物価が急上昇しています。特に、 エネルギー燃料の値段があまりにも高くなりすぎたことによって本当に多くくのの人たちの生活が苦しくなっています今日の報道によるとペルーで燃料があまりにも高くなりすぎてしまって生活が苦しくなってしまった市民による大暴動が発生しているようです今本当に世界中が大変なことになっていますそんな3月から4月にかけての大激変について今や世界的に有名になったあのインド占星術師アビンヤナンド君が 数ヶ月も前から予言というかね、予測して警告をしていました。で、そんなアビアランド君、こんな警告も数ヶ月も前からしていました。今年の4月、衝撃的なことが起こる。で、確かにね、これ調べてみると、この3月から4月にかけての星の動き、惑星の動きはね、特別なものばかりで、そしてそのどれもがね、残念なことに良くない影響を及ぼすものだったんです。 にもかかわらず、さらにですよ。さらなる動きがあるんです。4月の13日、この惑星が動きを見せます。木星です。木星がね数ヶ月ぶりに隣の部屋です。隣の星座に移動するのがね。4月の13日なんです。で、今回はこの木星がね。隣の部屋に動くことによって、どのような影響がありえるのか。 そしてそれによって僕たちは何に気づくべきで、そして何をすべきなのかについてお話をします。僕は以前の動画で4月の13日に木星が隣の星座に移動することによって金銀の価格が急上昇していくというアビギアナンド君の予言を紹介しました。これ一体どういうことかというと、4月の13日の前の日ね、4月の12日まで木星はここ、水亀座の中にいました。で、 4月の13日になるとこの隣の部屋魚座の中に入ってきます。でこれはねあくまでもインド先星術で使っている星座の位置ですから西洋先星術の位置とは違います。で木星が入ってきたこの魚座木星がこれから入る魚座というのは。 木星が支配している部屋です木星の部屋屋でですす木木星星のなんにとってはとても居心地のいい部屋なんです。で木星というのはねだいたい約12年かけてこのホロスコープ一緒します。ということは12年ぶりに木星が自分の居心地のいい魚座に入るのがこの4月の13日ということです。なので この12年ぶりにね居心地が良くなった木星が自分の部屋に入ることによっておもてなしされてで自分の木星のエネルギーが強くなるんですよ。自分のパワーを発揮するんですよ。で木星のパワーはどういうものかというと拡大だったり上昇だったり成長だったりインフレなので金銀が上昇していくということです。 で木星が魚座に入った瞬間から4月の13日から急激に何かが起こるということではこれ決してありません。いやそれはそうなんですよ。なんでかというとね全ての惑星は動き続けています動き続けているので急激にねこの日を境にピンポイントで何かということでは決してないんです。なのでね 実際にはその木星が4月の13日から自分の部屋魚座に入ってくるのですがそれから23週間後に影響が実際に地球で起こるとかその4月の13日の23週間前から影響が出始めるということもこれはよくあることなんだそうです。そうすするとインフルですよ木木星星のパワーねだから今まだ木星は 隣の部屋に移動していませんがその影響はすでに出ているだから冒頭で説明した通り今世界中で物価が急上昇しているインフレになっているのかもしれませんねただこれねさらによく調べてみると今回4月の13日に木星が魚座に移動することによってとても良くない星の組み合わせとても良くない星の配置になるようなんですでインド占星術では この9つの惑星の動きによる星の組み合わせによって様々なことを予測していきます。で、上の4つ、この木星と金星と水星と月というのは比較的僕たちにいい影響を与えてくれる基地星と言われています。で、この4つの星というのは僕たちの過去のいいカルマ、僕たちの過去の良い行いによっていい影響を及ぼす星なんです。で、それに対して、 この下の5つの星は全く逆。僕たちに良くない影響を及ぼす強制と言われています。僕たちの過去の悪い行いによって良くない影響を及ぼす星がこの5つです。で、4月の13日の前の日、4月の12日の星の動き、星周りはどのようになっているかというと、まず木星。これ先ほどもお伝えした通り、ここね、水亀座の中にいます。 で、木星、この赤くしたのはね、これ、基地星ということです。いい影響を及ぼす星です。で、4月の12日に、この黒くした、強星と言われている、良くない影響を及ぼすと言われている火星も、木星と同じ水亀座の中にいます。で、さらに、ラーフという良くない影響を及ぼす強星が、ここね、おひつじ座にいます。で、ラーフというのは、 これ実際には存在しない架空の計算上の星です。で、ラーフというのはね、月食だとか日食に関係するポイントで、これとても重要なんです。そして僕たちにもものすごく強く影響する惑星と言われています。この火星とラーフ、黒くしたやつは強星です。で、翌日ね、4月の13日に、この基地星、木星がここに来るんですよ。魚座に入ってきます。 するとどうなるかというとこの赤い基地性ねいい星が火星とラーフ強星に挟まれてしまうんですよオセロのようですよねそしてこれはまるでこうハサミのようにねこう挟み込まれているのでこの状態のことをパーパカルタリヨーガというそうそなんですで。この場合の「ヨーガ」というのは星の組み合わせのことです このね星の結合星の組み合わせでカルタリというのがこれハサミなんですで重要なのはこのパーパという言葉ですパーパというのは悪い行い悪い行動悪いカルマ罪とも訳されたりしますつまりこのパーパカルタリヨーガというのは僕たちの過去の悪い行い過去の悪いカルマによって切り刻まれるかのような時ということです僕たちの 過去の悪いカルマの影響が出やすい時期なので要注意ということです。じゃあこのパーパーカルタリヨーガが意味するものは一体何なのか調べてみると犯罪だったり病気だったり貧困だったり人間関係悪化僕たちのそれぞれのね過去の行いですよ過去のカルマによって自分の周りでもこういうことが起きるかもしれないので要注意です。でこれはね4月の13日以降にこういうエネルギーが強くなって 4月の後半にね自分の周りにこういうことが出るかもしれないしもうすでにこの影響がね始まっているのかもしれないということです。じゃあそうするとね世界情勢を見てみるとどうですかどう思いますかね今戦争犯罪が起こっています病気コロナもねまだまだ、ね、世界に残っていますよね。そそしししててて世界的に経済が悪化していますそして 国同士の、ね、関係も、ね、悪化しています。これがますますねこの4月の13日以降この影響が強くなっていくのかもしれないのでそうするとこれ僕調べてみるとねこれ調べてみるとね確かにアビゲアランド君が警告している通り4月にさらなる衝撃的なことが世界的にも起きるのかもしれないななん,なんていうふうにね思ってしまいました。 どうもこれから良くないことが続きそうで心配になりますよねだけど大丈夫です大丈夫ですよ僕はむしろこの大変な時期こそ人生においてすごく大切だと思いますこの大変な時期こそ無難に過ごしてそしてこの大変な時期から僕たちは何に気づいて何を学ぶのかこれがね人生においてはものすごく大切ですだってね人生の中でさ当然いい時期もあれば悪い時もありますよね 自分の人生の中からねもう全ての悪い時期を100%取り除くことなんてこれ絶対に不可能、ありえませんよね。だからこそいい時期は当然いい時期なりに過ごしてね悪い時期は無難に過ごすということは大切だと思います。だって例えば野球のペナントレースでねもう百何十試合全勝するってことは絶対にありえないじゃないですか。か当然だから優な監督ほどね、負け試合を作ったりとか。 負ける時にこそどうやって無駄に負けていくかなんてことを戦略的に考えたりしますから,だから人生も絶対そうなんですよ絶対に良くない時期ってありますからねそうするとヨーガの教えに基づくインド先生術というのはねあらかじめ自分の人生の中でのその良くない時期をあらかじめ予測しておいてあらかじめ心の準備をしておいてそしてその悪い時期を 何過ごしていくこれ素晴らしいことだと思いませんかだからこれからそういう大切な時期が来ますからねそしてその時にじゃあ僕たちがどのようなことに気づいて何をすればいいのかこれからお話します僕はね今起こっているこの世の中の激変だったりこれから起こるかもしれないさらなる激変はカルマの浄化期間だと思っていますカルマというのは一体どういうものなのか よくね弓矢の矢に例えられます。カルマというのは行いです。で僕たちが何かをしたら行いです、カルマです。僕たちが何かをしたら、必ずそれに見合う結果、自分が放ったや自分のカルマは必ずね自分に返ってきます。これがカルマの法則であり、ヨガの教えであり、宇宙の法則、絶対的な宇宙の法則です。僕たちはね与えたものしか自分に返ってこないんですよ。だから僕たちがもし自分の周りの人に優しくしたら、 将来周りの人から優しくされるし自分がもし知らず知らずに自分の周りの人を傷つけてしまっていれば将来自分が傷つけられるこれはもう宇宙のね絶対的な法則なんですそうするとね自分の人生で起きる出来事は全て原因はね自分の行いであるんですよ過去の自分の行い過去のカルマによって 自分の人生で様々なことが起きているということなんですということはね今の人生でいろんなことが起きますがいいことも悪いことも起きますがねその原因はすべて自分の僕たちはもう忘れてしまった今の人生の前です過去の人生での自分のカルマが今の人生でどん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 返ってきているということなんですだヨーガの教えではカルマの法則と同時に 生まれ変わりがあるというふうに伝わってきていますこれ僕はねすごく大切な教えだと思っていますだから僕たちの人生で起きるすべての出来事この原因はねすべて過去の自分の行いにあります過去の自分のカルマにありますこれすごい大事なんですということは僕たちのねこれからの人生は自分のこれからの行いこれからのカルマによって 切り開くことができるんです自分の人生は自分で決めることができるというこれが僕はねめちゃめちゃ大事だと思います僕はこれこの教えを知ったことになってねすごいやる気が出ますねだってこうじゃなかったとしたらどうするかなんですよ自分の人生は自分で切り開くことができない自分の周りの人に自分の人生が支配されてしまったり影響されているんだとしたら ここんななな不幸ととって僕はないと思うんですよ一般的にはね自分の人生というのは自分の周りの人に影響されるというふうに捉えられていますだから自分が幸せになれるか幸せになれないかは自分の周りの人に影響されている普通はそうですよね一般的にはそうですよねだから自分の周りにたまたまま すごいい人たちがいれば自分は幸せになれるし自分の周りにたまたまよくない人たちがいたら自分を攻撃してくる人たちがいたら自分は不幸になる。普通はそううういいふに捉えられてますよねだとしたら自分の力でね自分の努力で自分の周りの人なんかを変えることは絶対にできないのでだとしたら自分の力で自分の努力では自分の人生をより良くすることはできない幸せになることはできないということです。 こここんなな理不不尽ととってありますすかこれ僕は不公平だと思うんですよたまたま周りにいい人がいた人は幸せになれてたまたま自分の周りにいた人は不幸になっていくそんなはずないと思うんですよ僕はね。で一般的にはね自分の人生の中で起きる出来事いいことだったり悪いことだったりこれはまるでねガラポン抽選会のようにくじ引きのようにしてたまたまいいことや悪いことが起きるというふうに捉えられてると思います。 この世の中には幸せそうな人も不幸せそうな人もいる運が良さそうな人運が悪そうな人いるそんなのもねたまたまだというふうに思われてますよねだけどねそんなはずはないと思うんですよねだってね全て人生で起きることがこのくじ引きのように本当に偶然起きるんだとすればですよ本当に運が悪くて事故だとか犯罪に巻き込まれて死んでしまうのかということです たまたま運が悪くてて病気になっっしまったりすするのかとということですだってそうだとしたらですよ人生の中で一生懸命どんなに頑張ったとしてもねある日突然運が悪かったらくじ引きのように死んでしまうんですよ事故だとか病気だとか犯罪だとか戦争だとかでそんなんだとしたらね僕はねちょっと人生に 意味や価値を見出せないしもしそうなんだとしたら僕自身は頑張れないないと思うんですよいやもちろんねだからこそね人生は一回きりでその一回きりの人生の中でくじ引きのようにたまたまいろんなことが起きるからこそ俺は一生懸命頑張るんだという人はそれだけ心が強い人であればね別に僕が伝えてるような カルマの法則だとか、ヨガの教えなんか、知らなくていいと思いますよ。こんなこと知る必要ないと思いますよ。そんなこと知らなくても、元気に強く生きられますからね。幸せで生きられますからね。だけど、僕の場合はそうじゃなかったんですよ。僕はね、いろんなことはたまたま起きるんだとしたら、これは、 不公平で理不尽だなというふうに思ってすごく疑問を感じててヨガの教えに出会ったらカルマの法則だとか生まれ変わりということを知ることによって全て自分の人生は自分の力で切り開くことができるんだということを知ったことによってすごく幸せで心が楽にいることができたのでこういうことを一人でも多くの人に伝えたいというふうに思っています。だからこのね生まれ変わりのことだとかカルマの法則を知ることによってすごく不快な思いをする人だとしたら この話はもだからこのカルマの法則を知ることによってね今ものすごく辛い目に遭っている人にとってはこれはとても受け入れられない考え方だと思いますよ。思いますよ。そうそうですよね。今ものすごい辛い目に遭っている人がそれは全てあなたに原因があるんですよこれはとても受け入れられないし僕もねそういう人を目の前にしてそんなことを言うつもりは そらそらありませんただただですよただ言えることはその今もしものすごい辛い思いしている人がたまたまくじ引きのようにして辛い目に遭っているんだとしたらこれはもう自分の力ではその辛い境遇からね立ち直ることは僕は無理だと思うんですよね。だってたまたまでしょってなんで私がなんでくじ引きでこんな悪い。 変なものを引いたのっていうことだけで一切解決しないし心の悩みも絶対に解決することはないと思うんですよ。でももちろんだから今ものすごい辛い目に遭ってる人がこのカルマの法則をしてねそれは全て自分に原因があるんだよということを受け入れることはすごい辛いんですけどもこれは本当に残酷なことなんですけどもだけどくじ引きで全てが起きているんだよということに比べればまだね僕はね 救いいいいがあるんじゃないのかとううふうに思いますそしてこの「カルマの法則」っていうのは後ろ振り向く教えではないですから過去にどんなダメなこと悪いことをしたのかということを後悔することではなくあくくまででも前を向く教えですからねで今どんなに自分がつらかったとしてもこれから自分がね一生懸命頑張っていくことで人生はどん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 自分の力でよくなっていくんだというここに僕は価値があると思っています。でね これから以上見てきた通りこのパーパカルタリヨーガによって僕たちの過去のカルマの悪い影響が出やすい時期になっていくのかもしれません僕たちにとって大変な時期になっていくのかもしれませんだけどこれはねとても大切な時期だと思います僕はねこの時期は僕たちのカルマの大掃除の期間だと思いますこれ間違いないですからねだからね 大掃除、年末に大掃除って絶対するじゃないですかじゃないと家の中も汚くなっちゃいますから大掃除って大事なんです僕たちも人生の中でも定期的にね大掃除しなきゃダメなんですよだからそんな時期ですからこれからじゃあ僕たちの人生のシナリオそして宇宙のシナリオとしてね僕たちは定期的にねじゃあそのカルマの大掃除の期間僕たちは何をすべきかです これ,ね、これから僕たちのカルマ大掃除されるような出来事が次から次から起きますからね。ということはね自分には何の悪いこともなくだけど自分の周りの人たちがなんか自分を攻撃してくるようなこととかが起こると思いますいろいろとね理不尽なことがねこれからどん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 ね起きやすいと思いますだけどね今日話してる通りそれって全て原因は自分でやりますからねだからね 自分には全然悪いことがないのにあちこちから攻撃されたと思っても絶対にそっちに向かってね弓矢を放ってはいけませんよ。ダメですよ。なんでかとい言ったらこのねさまざまな自分を攻撃してくるかのように思うような出来事これは自分のカルマを解消させてくれるための出来事ですから宇宙が仕掛けた罠みたいなもんだと思ってください。 でももしそれに向かって放ってしまったらそれが未来に絶対に自分に返ってきてせっかくきれいになろうとしてるのにねきれいにしてくれようとしてるのに意味がなくなっちゃいますからね。なのでこれから大掃除の期間はこれ前回の動画でもお伝えした通りね何が起きても全て自分にとって必要な出来事なんだ。自自分分をを成長させてくれる自分を 綺麗にしてくれるものなんだという,ふうに捉えててて頑張って我慢しし受け止めましょうもうもこれしかないですからこれでしか僕たちはね自分の魂を大掃除することはできませんから特にこれからの時間ねでいつまでっていうととりあえず6月までです6月になったら星回りが変わるはずですからもう5月6月になってきたらね今のこの大変な状況がね変わっていくようですからもう頑張りましょう。で最後に もう今日は特別ですこの「パーパカルタリヨガの浄化法のマントラ」というのがあるのでこれを紹介します是非一緒に唱えましょうそれはねガーヤトリーマントラこれ大事なマントラですから僕の YouTube チャンネルでも何回も取り上げてますけどこのガーヤトリーマントラこれからの期間ねパーパカルタリヨガの期間にもう絶対唱えた方がいいマントラ なんだそうですよだってなんせねこの「ガイヤトリマントラ」というのは僕たちの過去の悪いカルマです、まあ、あらゆる罪を浄化してくれるマントラと言われてますからこれ最適だと思いませんかそしてねこの「ガイヤトリマントラ」というのは一番古いいマントラと言われていますだからね5,000年以上前からいまだに一言一句たがわず唱えられ続けてるマントラですから。 これにパワーがなないいはずないんですよだってさ人間の寿命って今だったら100年くらいでしょ100年も生きられませんよねね普通は、ね、だけどねそんな100年しか持たないような人間をね時代を超えてその人間を媒介にして5,000年間生き続けてるマントロですよ。命が吹き込まれてるんだからこれはねぜひ僕たちのカルマ 解消するために浄化するためにもう絶対唱えた方がいいと思いますこんなマントラですちょっと唱えてますねおんブーぶばすわはたつサビトルバレニャンバルゴデバスヤディマヒディヨヨナハプラチョダヤトゥもう一回いきますオおんぶるぶばすわは タッサビトゥルバレニャンバルゴデバスヤディマヒディヨヨナプラチョダヤトゥできればこんな感じで唱えるとさらに効果があるようですやってみますオンブーブーバスワハッタッサビトゥルバレニャンバルゴデバスヤ ディーマヒディオヨヨナプラチョーダヤトゥこれどういう意味かというとこれブーブバスワハチクーテンという意味ですだからこの僕たちが住んでいるこのチチの世界ねそしてクーの世界そして天の世界つまりこれはこのもう宇宙すべてなんですだこの宇宙すべてチクーテンを 自分の中にインストールする。自分が宇宙そのものになるっていうようなイメージ。で、タッサビトゥバレーニャン。これね、こういう感じで開いていって、でこれ、八王蓮華と言います。八枚の葉っぱのハスの花です。この八王蓮華は、心臓のチャクラのシンボル。こ心臓のチャクラそのものね。そして、この心臓のチャクラには、本当の自分。 ヨガで真実の自分、真がと言います。ハイヤーセルフ、本当の自分、本当の自分である魂がここに宿っています。で、タッツサビトバレニアンバルゴーですよ。バルゴー。光をここにイメージする。この光はね、宇宙や神様からの光。で、このマントラの意味、ガヤトリマントラというのは、僕たちに、 宇宙や神だから宇宙は神様からの無限のパワーをくださいそれによって僕たちのカルマを浄化してください僕たちにとてつもないパワーをくださいだからこれはもう5,000年前からねもう本当にね洋画行者たちがもうとてつもない無限のパワー超能力を得るために唱えられてきたマントラだそうですから,からこれねバルゴーこれ光をねイメージしてここに 宇宙からの光が飛び込んでると思ってください。まぶしい熱い光。バルゴー。で、デーバスやそれを天に捧げる。ティー・マヒそれを私にください。飲み込みます。心臓まで飲み込んで。ティー・ヨーヨーナ・ナ親指でね、胸の真ん中を押さえる。心臓を押さえて。これはニアーサって言うんですけども、これは宇宙からの光、宇宙からのエネルギーを自分の魂が宿っているその心臓にインプットするようなイメージ。ぐーっと押さえて、そして、 プラチョダイアトゥー両手でね胸を押さえますこれはその宇宙のエネルギー光を自分の心臓に閉じ込めてそして定着させて全身にこう浸透していくそんな感じちょっと最後に一緒にやってみましょうかゆっくりいきますおーブー下腹部ブーバー胸の真ん中ねスワハ眉間八王蓮華胸の真ん中で作っていきます タッサビトゥルーバレニャン光が入ってきますバルゴー捧げますデーバスや飲みますディマヒーウェーブでニュサディヨーヨーナハ押さえますプラチョーダイアトゥはいぜひこれを 好きなだけ唱えてみてくださいこれちょっと長いじゃないですかでもうラストのラストですもうすごいマントラがありますどうしてもね覚えられない人はこのマントラでもいいですオン・グール・グル・ベー・ナマハッオン・グール・グル・ベー・ナマハッこれ短いですよねこれはね木星のマントラです木星はあらゆる神々のグル師匠だとか指導者という風うに言われている星なので その木星に祈りを捧げるやつオーングルグルベナまねこれ木星がさその良くない星にこう挟まれて木星の力が出せない時ですからこの木星へのマントラを唱えることでもカルマだからこれをこの短いマントラを、まあ、できる限り唱えるがもうどうしても時間がない人はねもう最低限木曜日。 木星の日である木曜日にだけでも唱えると効果があるそうです。もちろんですよ。このマントル唱えることも大事なんですけど、1番はね。これからもどんなことだったとしても、それは全て自分にとって必要なことなんだとして、自分を成長させることなんだとして受け止めるということが大事。これをやりながら、このマントラもね。唱えてみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オムシャンティ